上官演児上官演児は、7世紀の中国東大の詩人、上官小姿とも呼ばれる。泉州仙刑の出身、本願は、老成軍上剣、祖父は、上官儀、父は、上官庭芝。林徳元年12月の上官儀、上官庭芝の中殺により、一族の大半を処刑され、彼女も女の身分に落とされているが、頭の良さと自分の巧みさにより、 側天武功に愛され、中宗の時期、小姿の助官のポストを与えられた。中宗は、修文館を建て、苦行の文学者20名を選び、縁や司会を開催し、金釈を賜っている。園児は、先生格で、瓶の男子を導いている。軍神たちは共作し、添作を濃い、園児の影響で、宮廷内では、死が流行したという。だが、その反面、 側天、武功の老いの武三種とも関係を持ち、中宗と伊皇后に彼のことを推薦し、取り立てるように図らってもいる。伊皇后に側天、武功の孤児を吹き込み、皇帝に代わって権力の座に就くことを進めた。そのため、伊皇后のクーデターが失敗に終わった際に、李隆基の目の前に引き出され、中殺された。没後の戒厳年間に、 小針切大編20巻が出版されている。代表作に、綾木ぬかき音など。2013年、西安空港の建設中に見つかった、上官演児の墓の星には、彼女はたびたび、中層をいさめたとの記述がある。また、墓から発掘されたようからは、彼女が政務に携わる際には断層していたことがわかっている。さらに単独で埋葬されていることから、 高級の女性としてでなく、高級官僚として扱われていたことが伺える。ありがとうございます。